これは工場の、カメラを撮ってるというのを模して作っていて、はい、ここの映像カメラで撮ったデータがぐるーっと有線でこの発信機に届けられている。これが周波数は 60GHz に変換して、でこのケーブルを伝って向こうに流れているというようなのを表しています。で、はい、この今はここから電波が発信されて、あそこで受信して映像としてテレビに映されているということです。でこれを例えば壁を閉めてしまいますと電波が途切れてしまう、閉めていただいてよろしいですか。こうすると 60GHz の高い周波数の電波は壁によって遮られて映像は止まってしまうという状況になります。でただしこのケーブルの中には通っています。そこでこのつまむアンテナをつけますと、この壁の向こうからアンテナのから電波が漏れて受信して映像が動き始めるということですね。でこのアンテナ自体はこの場所でなくてもどこででも映して設置することによって漏れた電波が受信装置の方に届くことで調節することができるということですね。はい。